ウルナンムは、ウル第三王朝の初代王である。ウルナンム法典と呼ばれる最古の法典を成立させたことで知られる。ウルナンムは、ウルク第五王朝の王ウトヘガルの娘婿と言われている。ウトヘガルの生前には、ウル氏の知事として神殿に関係した仕事をしており、軍事的にも影響力を持った。ウトヘガルの没後には、ウルの王となり、ウトヘガルの後継者の地位を占めた。これを、 ウル第三王朝という、独立状態にあった他のシュメール都市国家を次々と打ち破っては統合していったが、その具体的な過程はほとんど知られておらず、わずかにラガシュ第二王朝の王、ナンマハニを打倒したことが記録に残るのみである。しかし、ウル南部によって行われた建築事業が、ウルク、ニップル、ラルサなどで確認されており、広い範囲に支配権を及ぼしたことは確実である。 また、プズルインシュシナクによって占領されていた中北部メソポタミアを征服し、さらにはスーサオも占領したとされる。メソポタミアの覇権を握った後、盛んに建築事業を行った。特に、悪化王朝滅亡以来の動乱によって損傷した各地のジックラトを再建した上で拡張した。建設したウルシの月神、ナンナの神殿は、 それ以前のあらゆる建造物より巨大に作られている。制定したウル南ム法典は、現在知られている中では現存する最古の法典州である。地世中に一通り王朝の基盤が整ったと考えられ、死後に王位を継ぐ、息子のシュルギラ後継者たちによって、ウル第三王朝は、繁栄を謳歌し、シュメール文化の黄金時代を築くこととなる。南無という名は、 海の女神南無から取られており、自らを女神南無の召使いと称した。ありがとうございます。